足利義秀。で、足利義秀は、戦国時代の室町幕府第十四代将軍、在職、A61 年、1568年2月から9月。天文7年、1538年、足利義冬の長男として、阿波国長郡平島の平島間で生まれる。少年は、天文9年、1540年説もある。署名は義近、または義勝。 a 六八年1565年5月19日の a 六の変でいとこの十三代将軍、足利義輝が、三好義継と三好三人衆、松永久道らに殺害されると、三人衆らによって、中部で将軍の任に耐えられないであろうとされ父、義阜の代わりに、将軍候補として擁立された。年11月から三人衆と、松永秀が、 権力構想を開始すると、久秀討伐令を出した。A69 年、1566年6月、三人衆方の篠原長房、三好安ならに要されて、淡路国に都会、9月23日には、摂津国小清水城に入城した。そして冬の12月5日には、摂津国府殿の総辞時に、12月7日には、府門寺城に入った。 将軍就任を争う足利義明に半年遅れの A69 年12月24日に15位した左馬頭への任官許可が出され A60 年1567年1月5日に正式に除任された同時に義秀と改名した A60 年11月朝廷に対して将軍宣言を申請したが朝廷の要求した献金に応じられなかったために 当初は拒絶された。その後交渉が進展し、六十1年2月8日、1568年3月10日、朝廷から将軍宣言がなされ、第14代将軍に就任した。この時戦時を富田に持参したのが山品時継であり、時継協期には2月2日に頭中条、庭田茂道から手紙で知らされたこと、2月13日に、 富田に就いたことなどの経緯が書かれている。しかし、三人衆と久秀の交想がやまず、義秀自身が背中に腫れ物を患っていたため、将軍に就任しても入居せず、富田に止まった。A61 年、1568年9月、足利義明を報じて、織田信長が上落の動きを見せた。三人衆は、機内で、信長に交戦したが、敗れて、 機内の勢力を失い、阿波に逃れた。その直後、以前から患っていた腫れ者が悪化して病死した。去年は二十九、または三十一、没死辰月日は九月十三日、九月三十日、十月一日、十月八日、十月二十日、十月二十二日など、諸説あり、死去した場所も阿波国のほかに、阿波寺国、摂津国の不文字など諸説ある。久秀は信長に侵入し、 障害がなくなった義明は十五代将軍に就任した。足利義明は同年十月十八日に将軍宣言を受けているが、義秀の死去日については諸説あるため、義秀の将軍職は解任されたのか死去によって空席になっていたのかは不明である。阿波国から摂津国に入った義秀の下には、堺区房を称した父の義夫優やその養父であった十代将軍、 足利義種に仕えた幕臣やその子孫が家臣として仕えていたが、義祷、義秀の二代のおうちきに付属された添え状の発給者となっている畠山忠広など、その数は限られており、人的基盤は脆弱なものであった。さらに、当時、義夫は中部のため隠居していて発言力が皆無に等しく、足利義材の応募書として牽制を振るった。 足利義美のような立場ではなかった。そのため、義秀側は義輝に仕えていた幕臣の取り込みを図った。当時の在京の幕臣の所領の多くは、三好氏の勢力圏にあった京都周辺に集中しており、所領の安堵と引き換えに義秀の下に置こうとしのである。この動きに応じたのは、大立てる光や伊勢て介小笠原地規制、修政府氏であった。 室町幕府後期の万所執事は、代々伊勢氏が世襲していたが、英六五年に、当時の万所執事、伊勢定高は失脚して打たれ、後任は、吉輝側近の摂津晴門になっていた。そこで、吉秀側は、伊勢定高の孫である、伊勢定ための起産を許して、伊勢氏宗家の再興を認めた。一方で、摂津晴門や、国州の王冠、晴れただしは、 越前国にいた、義明の下へ下校した。直前まで実務を行っていた、武行衆八名のうち、松田富士中澤三俊の二名が義秀のために武行人奉書を作成したことが確認されているが、残り六名は義明と何らかのつながりを有していたことが確認切る。義秀の幕府では、三好三人衆の一人、三好長一が国衆に抜擢された。また、 義秀の機内での拠点である富田の不問事情は、もう一人の三好三人衆、三好衆囲のかつての主君だった細川晴元をいさせるために整備されたもので、晴元の子、細川明元は、義秀の幕府で官僚として勲された。義秀は、伊勢氏や大立氏など武家古実をもって使える層を取り込むことには成功したものの、諏訪氏、飯吉、松田氏など、 総論の再去や行政事務をもって使える層の取り込みは一部しか成功せず、将軍就任後の幕府機構の再建に不安を残す形となった。それでも、父、義阜湯の時とは違って、現職の将軍が不在であり、対抗者である義明の立場が弱かったことが義秀の将軍宣言に有利に働いた、とられている。従来は義秀の自責として、春日大社や朝廷に、 太刀や馬をししたといいう話ぐらららか知られておらず、三好三人衆と松永久秀による完全な傀儡将軍と考えられてきたが、三人衆と久秀の対立後は三人衆側に、要されながらも岩清水、八幡田宮の人事に介入して、朝廷と対立したり、A60 年、1567年5月に、 発生した京都住民と大徳寺の対立では、吉秀が派遣した幕府武行人ある松、田藤博が朝廷から派遣された果十寺春美儀と共に仲裁に当たっている。三人衆と久秀の対立は、結果的には彼らからの制約を受けなくなった吉秀の発言力を高めたと考えられる。一方で、将軍宣言の遅れや武行衆の指示が得られなかったこと、 主に支えるべき、三好家内でも、三好実級と三人衆で、認識の差異があることで一枚岩になれなかったなどの影響は大きく、自身の病気や在任期間も半年ほどと短かったことなども、相まって、義秀の意向で出された、武行人報書がわずか二通しか確認できず、義父ゆか義秀か不明なものもあるのでこの二通で、正しいのかもよく買っていないなど、 将軍としての主体性を発揮できる状況にはなかったと見られている。日付イコール旧歴、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。